通常通信システムを SCCU が分離距離で解析し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推奨。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。
2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
嘘をかけ、扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。何か？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、トゥビー。兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。you
旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、あ、
鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。どうかな。Thank you.
れが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨退避。推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置が止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
海生命体にそんな知性が。ズビー、敵機体の脆弱点を発見しました。今から援護のためにハッキングします。ズビー、敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私も。